こんにちは。こんにちは。ありがとうございます。バブル、ありがとうございます。だるま、ありがとうございます。こんにちは。こんにちは。仕事中です。お疲れ様です。ちょっと変な時間に配信しちゃって申し訳ないんですが。あ、そう、明日 YouTube 入れたけど、すっかり予定を一つ忘れててさ、すっかり。でもその予定の時間が何時かがまだ分かんなくて、一応20時から2時間 YouTube しようかなと思って、予定は入れたんだけど、もしかしたら変えるかも。すっかり忘れてたんだよね、予定。バラ、ありがとうございます。ちょっとすっぴんにカラコンだからめっちゃ変かも。今日は新しいカラコンをつけてみました。完全に新しい。ラルムのバターココアです。確か朝買いました。すっぴんですいません、前髪もボサボサ。バブル、ありがとうございます。そう、明日20時から YouTube 2時間 YouTube で配信する予定だけど、予定がかぶっちゃったら変更するので、またお知らせするので、X のチェックをよろしくお願いします。美味しそうな名前だよね。またここは凍ったバラ、ありがとうございます。そして皆さん、てってれー、ショールームの景品、キャンペーンのね、景品いただきました。ありがとうございます。でこんな目録って書いてあるの初めてなんだけどちょっと恥ずかしいから裏面にしてロッカー置いてた恥ずかしい、こんなデカデカと目録。こっちはこの前の何のキャンペーンだっけな、いちごのやつかな、フルーツ大福です。フルーツ大福、いちごのやつかな、フルーツ大福、ありがとうございます。これは前回もいただいたやつですね。去年もいただいた、同じやつもらえると思う。フルーツ大福、ありがとうございます。千引き屋だよ、千引き屋。また届いたら配信しますね。 あとこの前松阪牛は注文して届くの待ってる。本当になんか結構3週間ぐらいさかかるらしくって、届くのに。だからライブ前ぐらいにちょうど届くと思う。でもしなんかお盆期間で休みだったらライブ終わりに届くと。でも注文し終わってます、松阪牛。これはフルーツ大福、ありがとうございます。でもう一つが、これなんだろう、何のキャンペーンだったかわからないくらい本当たくさんいただいてありがとうございます。高そう。バブル、ありがとうございます。やばジョジョ園でした何だろうと思った。ジョジョ園の食事券、何のキャンペーンだっけこれ。ありがとうございます。いつかのキャンペーン、焼肉、何のキャンペーンの時のだろう。ありがとうございます。出た、 J なんだねこれ。ジョジョ園の J でした。ジョジョ園のお食事券と千引き屋のフルーツ大福いただきました。皆様のおかげでありがとうございます。どっちも30万ポイント達成の得点ですね。ありがとうございます。あれかな、たい焼きの2位のやつかな、確か焼肉って。あ、そうだわ、たい焼きの2位のやつですね。ジョジョ園って大阪にありますっけ。あるよね、さすがにあると思うけど、ちょっと調べていきます。ありがとうございます。タレで、タレあ、でもジョジョ園には行ったことないです。行ったことない、梅田にあるんだ。ありがとうございます。いただきました、ありがとうございます。おはよう。あれ、おんねや、今日出ません。そうなんや。あの子は誰。そう、続々といただいてありがとうございます。たくさん皆さんのキャンペーンで応援していただいたおかげでたくさんいただきました。でもこれジョジョ園一人分くらいしか行けなさそう。どうだろう、一人で行こうかな。
さすがにこの年齢一人怪しい、写真撮れないし。ルクアにあるんだ。え、ルクアにあるの、知らなかった。ジョジョ園ルクアにあるんだ。行きます。ありがとうございます、嬉しい。やばい、ジョジョ園とか初めて。釣り焼肉してた？ジョジョ園で？だるまありがとうございます。千匹屋のフルーツ大福もめっちゃ美味しかった。去年楽しみに早く注文したいと思います。ありがとうございます。どうやって注文するんだろう。失礼します。オンライン申し込みだって。オンライン申し込み今からしときます。ありがとうございます。だるまありがとうございます。ありがとうございます。皆様のおかげでございます。また届いたら、松阪牛も届いたら食べますね。ハートありがとうございます。どうもどうも。今日は18時半から M のサイン公演、ぜひお待ちしてます。 DMM 配信も見てください。あと今日の12時から8月6日の M のサイン公演の一般枠の抽選の申し込みと、11日の M のサイン公演昼夜の、モバイル枠の申し込みが始まってます。ファニーチケット今日の12時から申し込みが始まっているので、ぜひ待ってます。お、ロック投げました、ありがとうございます。あ、ミスラちゃん出るのか。11、前回出てたね。でも久しぶりなのかな。前、1個前の M 出てたと思う。凍ったクマありがとうございます。ここじゃないしみ、6の当落今日ですね。助かります。いやいや、あやねも分かんないもんでね、ややこしいよね。ほんとバブルありがとうございます。タコのアバター、そう、あやね手書きです。ぜひ来てください。ジョジョ園って聞いただけであやねもお腹すいた。そう、恐れようとした、めっちゃお腹すいた。ありがとうございます。調べてみよう後でメニュー。本当に行く縁もないと思ってたからさ、行くそのメニューさえ知らないんだよね。ね、表にしてほしいですよね。わかる。焼き肉弁当は届きません。仕事中届きません。そう、なんかあの先着も最近なんか時間がランダムという風の噂をファンの人から聞いたんですけど、本当その辺知らなかったんだけど、あのポチポチ合戦の先着の始まるタイミングがランダムみたいなのが流れてきたんだけど、ツイッターに。そうなの？そんなことある？10時半の時もあれば4時の時もあるんだって。そう、まあ、なので皆さん、モバイル枠か一般枠でぜひお待ちしてます。凍ったバラありがとうございます。牛タンはレモン、レモンタンが一番好き。牛タン、牛タン、牛タンが一番好きです。塩レモン、塩が好きかな。レモンも美味しい。ですよ、なんだですよ、ですか。そうなんだ、ですよって言ってる。凍ったバラありがとうございます。そう、10時半の時と16時の時があるんだって。15時に出たんだ。あら。あっさり塩派分かる。あいのも焼肉は塩派なんですよ。タレも好きなんだけど、タレの味が強くなっちゃうじゃないですか。最近焼肉本当に行ってないから、マジで焼肉行きたい。そんな時にありがとうございます。焼肉本当にずっと行きたいって言ってるけど、食べれるタイミングがあんまなくてさ、
頑張ってください。ありがとうございます。ハートありがとうございます。焼き鳥も塩派。あ、サンチュ美味しいよね。サンチュ大好き。でもあの焼肉はね、サイドメニューが本当に好きなんだよね。実はサイドメニュー大好き。そう、焼肉も好きだけどサイドメニューばっか食べちゃう。まあの焼肉食べ放題屋さんの罠にまんまって引っかかっていく人なんですけど楽しんでね。ありがとうございます。じゃあとりあえず、え、でも丸々分じゃない時もあるみたいな書いてた。でもあとはなんかもうないかと思って見たら復活してたとか、結構あるらしいですよ。千秋楽とかそれでゲットした人多かった。なんかもうないだろうなみたいな時間に 見たら復活してたっていうお声を結構聞きました。 X で。ありがとうございます。焼肉諦めたらそこで終了ってことなんだろうね多分凍ったバラありがとうございます。今日の頭決めてない。髪の毛ね、張り付いとかないとだよね。でもあれでも乃木坂のチケット先着で取った時そうだった。まあ取れなかったんですけどそう、ネットカフェでもうめっちゃ何個も多分開いてわーってやって取れたって思って詳細の入力のところ行ったのに、そのとこで取れたことにちょっと感動した時間が3秒くらいあったせいで取れなかったんですよ。ショック3秒で牛角のサインドミニとか。そうなんだ、牛角。へえ、和食里も行きたい。和食里の牛タン食べ放題あったの知ってますか？もう終わっちゃったかもしれないけど、本当に和食里の牛タン食べ放題行こうって真剣に吉見家で話してたのに終わっちゃった。里のサイドメニューめっちゃ美味しいですよ。お寿司とね、天ぷらが美味しいです。大好きハートありがとうございます。そう、ジョジョ園ありがとうございます。嬉しい、人生初ジョジョ園になるかも。美味しく食べます。皆さんのおかげです。ありがとうございます。千疋屋は行ったことあります。東京駅の、東京駅の千疋屋で友達と食べたことある。美味しかった、めっちゃ。友達はカレー食べてました。あれはパフェ食べた。めちゃくちゃ美味しかった。こんにちは、ありがとうございます。俺も好きです。お寿司と焼肉選べないな選べへんな。お寿司と焼肉選べへんな。お寿司かな。いや、どっちも好きやけど、毎日ならお寿司やけど。それ毎日とか言ってるよね毎日なら魚ですね。めっちゃお腹空いてきた、やばい。今日はお昼ご飯にマカロン食べたからまばめに送りますね。 F マのマカロンまばめに送ります。お前西山ならラーメンねアフタートークで言ってた肉寿司なら一石二鳥。二鳥っていうかそれ米だけやけどね肉寿司も美味しいよね。でも道頓堀にある肉寿司美味しいですよ。目の前で焼いてくれるやつ、ちょっと1個500円でお高めなんだけど。あ、そう、自己紹介で今日こそ宣伝する、今日こそ宣伝するんだから YouTube。 今日こそね、もうずっと忘れててずっと忘れてたんですけど、もう食べてるっていうか多分インバウンド価格なだけだと思うけど、道頓堀の肉ぜひインバウンド価格ですが
今日こそ宣伝します、頑張ります。忘れてたら誰か言ってください、あのよしみが一番可愛いよみたいな流れで YouTube って言ってください、忘れてたら。そう、明日の20時から YouTube でドラクエの配信する予定ですが、もしあの予定と重なったら時間変えるので日も変えるかもしれないので、そのあたりは X のご確認をよろしくお願いします。そう、昨日配信終わった後に OBS っていうなんかパソコンのアプリで YouTube 配信してるんですけど、それをいじいじしまくって、あのちゃんと画面も見えてワイプも見えて YouTube のコメントも流せるように設定してみました。いや、そういうの本当にハマりだしたらハマっちゃうタイプで、凝りだしたら凝りだし凝っちゃう、気の済むまで凝っちゃうタイプなんですよね。なのでその進化もよかったら見に来てください。ちょっと明日できるか分かれへんけど、可能性は80% くらい多分できる、もしかしたら変えるかも時間。では終わりたいと思います。ありがとうございました。今日は18時半から M のサイン公演、ぜひ DMM 配信でも見てください。13位、なさやさんありがとうございます。12位カズさん、あ、13位カズさんありがとうございます。12位つかさんありがとうございます。11位そらさんありがとうございます。10位ゆうさん、2文字続きやありがとうございます。9位マッツーさんありがとうございます。8位ロンドベルさんありがとうございます。7位 MO さんありがとうございます。6位リンカーンさんありがとうございます。5位森竹さんありがとうございます。4位よしくんありがとうございます。そして3位はてき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 てん、さくちゃんまんさんでした、ありがとうございます。そして2位はてき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 てでん、のぶきちさんでした、ありがとうございます。そして1位はてき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 てん、かぶとさんでした、ありがとうございます。今日は18時半から M のサイン公演、ぜひ DMM 配信でも見てください。あと8月6日と8月11日の M のサイン公演も受付が始まってるので、よかったら来てください、待ってます。ではまた公演でお会いしましょう。あとで会いに行くで、待ってます。お仕事ハイトです。公演頑張ってね、ありがとうございます。すっぴんです、すっぴんにカラコンというような光景でお届けしました。ではまたねー。